さあサスケハッピーバトル第40回大会、このシーズン4最後の大会になります。実は私ハッピーアンハッピー太郎がお送りします。さあ最後の 1v1v1 3人対戦の大会、シーズン4最後の優勝者は誰になるのか。竜と青色優と、今回はこの3人が戦います。さあスタート。まずここ3人とも第1エリアを越えて、そして第2エリア、まずはユーユートが先行、それに食いつく青色。さあリュートは遅れを取っていますが、さあここから逆転できるか。さあ2人の戦いになっているユーユートと青色。さあ青色がこの壁を登れない。さあユーユートが逆に登った壁登りで1位、そして青色ここで登りますが、さあさすがにここは2を取りました。まずはリュートが1位、そして青色が2位、リュートが3位で出来、あとは青色とリュートどちらかという戦い。さあ青色4ポイント、リュート2ポイントのため、さあ有利なのは青色。さあリュートもここからどうするか。さあリュート最後の最後、緑レーン、この非常に有利なレーンを使ってどこまで生きるか。さあユーユーともここ超えている、青色も超えていく。さあユーユーとここは最後1位取るか。さあ最後1位取って、さあここでユーユーとは2位、そして青色が3位ということで、これで並びました。5ポイントでユーユーとと青色並んで、さあ勝った方が決勝進出、リュートと青色。さあスタートセカンドステージの対決。さあ青色落ちた。さあリュートが超えたということで、リュートが決勝進出。なんと青色相手に警告状を果たしました。この2人どちらが優勝しても初優勝です。さあどちらが初優勝をかっさらうのか。ユーユーと VS リュート、さあ初優勝はどちらか。さあスタート、左がユーユーと右がリュート。さあまずユーユーと先行しているか。ユーユーと優勝はないものの、準優勝はかなりの回数積んでおります。そういった面でもファイナルステージ3大会連続で正3回と対戦したということもありました。そのリュウとさすがにここは経験豊富、一方リュウとは初めてのファイナルステージ、やはりここは経験があるユウとが先行している形。さあ最後の綱の森に手がかかっているユウと、ユウと登る、ユウと登っていく、ユウと登りきりました。サスケハッピー第40回大会、優勝はユユートということになりました。